男子の尽誠学園は先月の香川県高校総体、四国高校総体で優勝。来月のインターハイに3連覇をかけて出場します。チームは今年3月、全日本高校選抜で10年ぶりに全国の頂点に立ちました。男子ソフトテニス部の創部は1890年。これまでに団体戦で全日本高校選抜で3回、インターハイで4回全国制覇を成し遂げた強豪校です。はい、1本目意識しちゃって。リアルや、その1本リアルや。部員数は33人で、9割が県外出身。ほとんどの選手が寮生活を送りながら厳しい練習を重ねています。チームにはアンダー17日本代表の選手が5人、個性豊かなメンバーが揃います。1年生の坂口育馬は中学時代全国2位を経験。日本一になりたくて尽誠学園の門を叩きました。豊田優吾は柔らかい動きでセンスが光る天真爛漫な1年生。2年生で唯一代表入りしている野本理央は読みが鋭い頭脳派です。3年生の宮田智はポテンシャルが高くスピーディーな仕掛けが得意、努力家でもあります。中でも注目は エースでキャプテンの黒坂拓也。抜群のセンスを誇るオールラウンダーで全国でも注目されている選手です。この世代のトップといいますか、去年から中心となって活躍はしてくれているので、試合の中での勝負感、そういったところが本当にいいものを持っていますので、試合の中で入り込んだパフォーマンスというのは本当に見る人を引きつけるといいますか、注目度がある中でのインターハイになると思うので、そういった部分では非常に楽しみです。この世代で、結構やってきたっていう自信はあるんで、3連覇もそうなんですけど、3冠、全国3冠も目標にしてやってるんで、どっちも取れたら本当に嬉しいですね。上から打ち下ろす力強いファーストサーブ。スピードは時速およそ140キロと破壊力があります。一方で縦や横に回転をかけて変化させるカットサーブ。すげえ。この変幻自在のサーブも尽誠学園の武器の一つです。あれがカットサーブです。すごいですね。キリさんちょっとレシーブ。いや、右に動きます。なんという回転。速い、回転が見える。3年生の前衛上田大輝と後衛のサウスポー岩田光平。上田岩田ペアは個人戦ダブルスで県総体、四国総体で尽誠学園同士の対決を制し、今一番勢いのあるペアです。ペアの長所が出やすい、短所をお互いに補うようなコンビネーションといいますか、本当にこのソフトテニスの魅力といいますか、そういったのを体現しているペアじゃないかなと思いますね。四国開催なんで少しでも
コロナ禍なんで少しでも多くの人に元気を与えられたらなと思ってます。岩田は先月下旬に北海道で開かれた全国大会ハイスクールジャパンカップシングルス決勝で去年優勝したキャプテンの黒坂を破り全国制覇を果たしました。今まで優勝した以上に自信にはなりました。個人団体全部勝って2冠できるように自分は頑張りたいです。四国インターハイソフトテニス男子は来月愛媛県で開幕。全国制覇をかけた挑戦が始まります。インターハイ3連覇するぞ。あー